ウェランドコンポジタでであるるに触発されれてており C 言語で書かれているスウェイは最新のエランドおよびホロル,ルーツコンポジタライブラリを使用しており、i3 の完全互換品として設計されている。スウェイは既存の i3 の設定ファイルで動作し、i3 のほとんどの機能に対応している。また、独自のいくつかの新機能を提供している。 ウィンドウを操作するためのスウェイのデフォルトのキーバインドは6のそれに似ている。ウィンドウのフォーカスはスーパーキーと H、J、K または L のいずれかのキーの組み合わせによって制御する。ウィンドウの移動はこれらのキーにシフトを追加した組み合わせによって実行する。i3 と同様にスウェイはユニックスドメインソケット及び多くの プログラミング言語の精神ベースの IPC インターフェースを使用して拡張及び操作が可能である。スウェ y の最初の安定版は開発開始から1315日が経過した0000002019 0000 00から03から11から2019年3月11日にリリースされた。スウェ y は i3 と同様の以下のような機能を提供する。また、スウェ y は 以下のような独自の機能も提供する。ありがとうございます。